singing in the rain. You're singing in the rain.子供の頃、遠足に行く前の晩には必ずてるてる坊主を吊るしませんでした。でも雨ってやつは降らなければいいのになと思っていると必ず降るんですよね。その時の悔しさ、惨めさ、切なさ。雨が窓を落ちます。回ったよ。帰ろう。中畑選手の一言で試合開始と決定というわけではありません。年間契約している天気予報会社からのファックスが決め手でした。6時から上がるように、はい、ね、亀梨です。まさに科学の力は偉大です。天気予報通り6時には雨が上がって試合開始。満員の観衆が見守る中、1回2回と試合も進み、何やら一波乱ありそうな3回の裏。解説する長嶋さんの下も絶好調のちょうどその時。どんなに科学が発達しても天気予報はやはり予報に過ぎないのでしょうか。何はともあれ試合は中断となると、雨の中ただただじっと待つのが昔からの定めでした。観客も、そして選手しかし、時にはじっと待つという定めに逆らう選手も出てきます。日本で アメリカでも当然選手だけではありません。待つ身の辛さ、切なさは何より観客自身が一番よく知っているんです。これは待ってるわけではありません。昭和24年、力の差をまざまざと見せつけたサンフランシスコシールズの劣気とした試合中です。それにしても雨はさまざまなドラマを生んできました。昭和33年の日本シリーズは雨が定めを決めた代表的なものでしょう。そしてこの頃から大胆にも雨という定めに逆らう人が増えてきたのです。そういえば雨天中止になったマドンナの公演にも雨に抗議して大勢の若き反逆者たちが集まり、雨にシュプレヒコールを繰り返しました。雨は降るのはやめろ、雨は天に帰れと言われて止むぐらいの雨じゃありません。雨足はますます激しくなり、満員の観客のため息と舌打ちが流れる中、とうとう試合は中止になりました。やんなんで。試合の中止が決まった時、坊やはお父さんに言ったそうです。野球場に大きい傘を差してあげればいいのにね。そうなんです、野球場に傘を差してあげればもう雨に苦しまなくても済むんです。今日私しばらくぶりのテレビ解説で球場にやってきたんですが、雨のために今中止になってしまいました。非常に残念です。しかしスタンドを見ますと、小さいお子さんたちがお父さんやお兄さんに連れられて1週間あるいは2週間前から大事なチケットを持ちながらこの球場にやってき、この5分間の雨のために試合が中止になって、みんなそれぞれ家路に帰るあの子供たちの後ろ姿を見ますと、私は本当にかわいそうになってきました。しかしこのかわいそうな姿も、来年からはこのニューエアドームのために一切解消されることになりました。傘を差した球場、それが新しい後楽園球場ビッグエッグなのです。覚えていますか。
昭和49年10月14日後楽園球場からの中継に思わず目頭が熱くなったこと。私は今日引退をいたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です。ミスタージャイアンツ長嶋茂雄の現役引退、それはまさにある時代の終わりを告げるものでした。あれから13年、ある日長嶋さんは現役を引退する後楽園球場を訪ね、三塁ベースに別れを惜しみました。いよいよこれもあともう数日にしてこの球場ともまあ別れをするわけだけども、自分の青春の野球にかけた集中が全てこの位置、このポジションで全てを燃焼したという素晴らしい場所でもあるし、その場所ともお別れしなければいけないということで大変悲しいことだと思います。この日長嶋さんが見たものは古く老いた後楽園球場でした。弱い50年、数々の思い出を残して後楽園球場は今年いっぱいで幕を閉じようとしています。日本にプロ野球が誕生したのは昭和9年、ベーブ・ルースをはじめとする全米オールスター軍を迎えた時でした。昭和12年にはより良い環境で高度なプレーができるようにと後楽園球場が完成し、以来50年、川上哲治が入団し弾丸ライナーを連発。戦争で中断という時もありました。ただいま。水原茂が後楽園に帰ってきたのは昭和24年。昭和34年には天皇陛下をお迎えしての天覧試合。幾多のヒーローが、幾多の名場面が歓喜の渦の中から生まれてきました。昭和48年、巨人軍の V9。ホームステートを叩いて改めて構えます。バッターボックスの王、投球は第6球目、インコース来ました。ホームラン、昭和52年、王選手のホームラン世界新記録。そして新しいヒーローの誕生、原辰徳選手の入団発表が行われたその年、巨人軍の若きエース桑田選手はまだ中学1年生。ちょうどその頃、東京ドームは具体化への第一歩を踏み出したのでした。設計にあたった竹中工務店と日建設計では、まずイメージスケッチを何枚も何枚も重ねました。形は、大きさは、建材は、柱が一本もない巨大ドーム建設をめぐっての試行錯誤はこの時からスタートしたのでした。参考にしたのはテキサス州ヒューストンにあるアストロドームでした。この世界で初めての屋根付き球場は常に世界的な話題を提供してきましたが、ここで昭和40年当時のオープニングセレモニーの様子を見てみましょう。ジョンソン大統領をお招きしてアストロドームが華やかにオープンしました。中でも大喜びなのはご婦人連中、テキサスに初めておしゃれをしていけるところができたと大好評のようです。でもなぜ雨が降らないテキサスにドームが必要なんでしょうか。まあ見てください、アメリカ野球の実情、何しろ広い国ですから、ドームができるまでは大変だったんです。暑いと思った翌日は寒い球場が待っています。時には
ドームの中でのプレーボールもありました。蜂が飛んできての試合中断も一度ならず二度三度と思えば、打ったボールが飛んでいる小鳥に当たったことも。翌日は仲間の虐殺に起こった鳥たちが抗議のデモ行進。だから屋根付き球場なのです。昭和56年夏、日本ではある実験が始まりました。テントに使う膜の研究開発です。燃えにくく丈夫なテント膜を求めて様々な実験が繰り返されました。つまりドームの屋根をテント膜で作ろうというのです。その方が工事費は安く、第一明るくて快適だからです。やがて科学は全く新しい膜材を作り出しました。1本1000分の3ミリというガラスでできた繊維を数千本束ねて、糸により折ったものを両面にテフロン加工したものです。でも柱がないのにどうしてこの膜材を膨らませることができるのでしょうか。この模型を使ってエアドームの原理を説明いたします。屋根に膜を張ったこの建物全体を風船と考えます。風船の中に入れる空気は1気圧のわずか 0.3% 高い圧力で、この圧力の差は建物の1階と9階の圧力差に相当します。それでは空気を送り込んで屋根を膨らませます。つまり気圧の高い空気を密閉された空間に入れると空気は外に向かって逃げようとします。それが屋根を支える力になるのです。この原理に基づいて直径25メートルの実験エアドームが作られました。でも東京ドームの大きさは200メートル四方にもなり、屋根膜の重さだけで400トンにもなります。そんなに重さがあっても本当に空気の力だけで屋根を支えることができるのでしょうか。昭和57年の暮れも押し詰まった頃、衝撃的なニュースが飛び込んできました。一足先に完成していたミネソタのエアドームの屋根が破れたというのです。まあ、降雪がかなり大変だったらしいんだけれども、雪でもって屋根がデフレートした。まあ、我々とするとこのぐらいの雪でデフレートすることはないし、ちょっと至急に検討してもらいたいです。ちょうど今の時期は後楽園に向けていろいろなことを、研究している最中ですから、この影響が社会的に、まあ与える影響が非常に大きいと思うので、早速対応したいと思います。これは非常に急ぎますから、それぞれ手分けしてお願いしたいと思います。新しい膜材に絶対の自信を持っていた技術人でしたが、さすがにショックの色は隠せませんでした。暮れも押し詰まった12月30日、近未来の建物と言われたミネソタのメトロドームの屋根に大きな穴が開いてしまいました。これはドームの構造的な問題ではなく、30年ぶりの大雪と融雪装置の故障が重なった単なる事故と見られています。降雪量というのは予測できません。どんなに頑丈な建物でも予測以上のことが起これば穴は開くものです。こういうところにですね、積雪した場合が、かなり、問題点が出てくる可能性が高いと。ですからやはり融雪能力をいかに、正確に設定するかと。でも日本ではどんな自然現象が起きたとしてもそれに耐えられるドームでなければならないのです。技術人に与えられたテーマは過酷なものでした。
積雪にはもちろんのこと、雨にも雷にも火災にもあらゆる自然現象を考慮して実験は進められました。というのもこのエアドーム方式というのはその画期的なシステムのために現在の建築基準法には当てはまらないのです。実はこの時点でも建築許可は取れていませんでした。建築許可を取るためには屋根の膜材が従来の材料と同じ安全性を持つことなどを証明しなくてはなりません。これが証明されない限り建築許可は取れないのです。そのための実験がミーティングが繰り返し行われました。全ては球場に傘を差すために。で、このドームも優先通知は持っておりましたわけですけども、たまたま融雪装置を働かしていなかったと。で、まあ、季節外に、予想外の積雪があったということでですね、まあ、こういう事故につながったわけです。ミネソタのエアドームの事故は結局雪を溶かす装置の故障によるものと判明しました。技術陣の中に再び強い自信が蘇ってきました。日本が許認可を得る場合にはもうあらゆる角度から検討されているから、起こりうることを全部指摘されるからね、そういう点はまず起こり得ないでしょうね。それはちょうど桑田投手が PL に入学し憧れの甲子園を目指していた頃でした。さて、球場に屋根をつけるとその屋根にボールが当たることはないのでしょうか。一体屋根の高さはどれぐらいにすればいいのでしょうか。そこで後楽園球場で実際にフライの高さを測ってみることにしました。ジャンボスタンドのライトとレフトに装置を持ち込み、内野フライ、ホームランの全ての高さを測定しました。34度、6番、44分、キャッチャー、梨田、316度、56分、6秒。結果、一番高く上がったのは内野フライの55メートルでした。しかし、飛距離もそうでしょうが、高さもバッターとピッチャーの力関係にかなり左右されそうです。例えば王選手はかつて165メートル飛んだと言われる特大ホームランを打っています。もし王選手が打てば。そこで打球の軌跡をコンピューターを使いシミュレーション解析してみました。135キロの速球を王選手が打ったと仮定します。しかし画面の白い線60メートルには届かないようです。150キロの速球ではどうでしょう。かつての江川投手と昭和40年頃の全盛を誇る王選手が対戦します。内野フライがやはり一番高く上がるようですが、どうやら60メートルあると大丈夫のようです。セッティングで、球が当たらないで野球が楽しく見られるかという問題が一つあります。こうして屋根の高さは61メートルと決定。最終的にはもうだいたい今まで検討し尽くしたんだからこれしかないと私は思ってるわけで、そういう意味で構造のレベルでね、その技術に全面的にチャレンジしてほしいと。できるね。可能です。可能ね。翌年、コンピューターがフル稼働し、設計の方も大詰めに入ってきた頃、待ちに待ったニュースが飛び込んできました。それは、建設省から建設 OK の知らせでした。こうして、エアドーム計画が始まった時は、まだ中学1年生だった桑田少年が甲子園で活躍を始める頃。日本のプロ野球を大きく変えるかもしれない東京ドームが完成に向けてとうとう着工したのです。まず現在の後楽園球場に隣接する元の競輪場が取り壊されました。
昭和60年5月、さまざまな人のさまざまな熱き思いが込められた旧球場から新球場へ、歴史は今大きく転換し始めたのです。かしこみかしこみもの両翼100メートル、センター122メートル、天井の高さ61メートル、収容人員5万人、公費総額350億円、大きさは武道館の13倍、140万立方メートル。ここに直径200メートルの巨大な空間が出現するのです。昭和61年、桑田投手は巨人に入団、初のシーズンを迎えていました。大監督心配そうに見つめています。得点は8対2、許したヒットはわずかに4本、ジャイアンツ大きくリードしております。サメに対して振りかぶって投げました。打った、ライトに飛んでいる、ライト吉村はこちら向き、落下点、取りました。桑田やりました。初勝利を完投で飾りました。6月5日にはプロ入り待望の1勝を挙げた。ちょうどその頃、隣の東京ドームはいよいよスタンドの工事に入ってきました。こうして新球場の形がだんだんと見えてくると、気になるのは、新球場になると野球が変わるのだろうか、変わるとすればどんな点だろうということでしょう。言うまでもありませんが、新球場は屋根がつき、この後楽園球場よりはるかに広くなるのです。野球が変わるっていうことが言えそうですね。まあ本質的には野球というものはね、ルールの中でやりますから。ただやはりエアドームでも、特に今回の場合はこう両翼もかなり100メートル近くなるし、はい、やや広くなるね。でしかもまあエアドームといういわばその密室の中でやるような形になりますからね。野球もちょっとやはり見方そのものも若干変わるかもわかりませんね。この後楽園のモデルと言われた、はい、あの例のミネソタツインズのフランチャイズであるね、あのドーム行きましてね、はい、よくいろいろな角度から分析して、そしてまたファンの皆さんにね、このテレビを通じましてね、分析をね皆さんにリポートしてみたいと思いますね、はい、楽しみにしてますね、はい、本場の屋根付き球場をこの目で見たい、直接肌で感じてみたい。長嶋さんは全日空に乗って早速アメリカに。ワシントンはアメリカ各都市へ旅行するとき、乗り継ぎが大変便利な拠点になっています。ホワイトハウスやリンカーンメモリアルと、のんびりとワシントンの休日を楽しんだ後、翌日アメリカ中部の都市ミネアポリスへ。メトロドームはミネソタツインズの本拠地球場で、6万2000人収容のエアドームです。ミネソタツインズは長嶋さんのために懐かしい背番号をつけたユニフォームを用意して待ってくれていました。結構上のプレスボックスから見るよりも、こうやって下にグラウンドに出てみるとかなり広さは出てくるし、結構広いですね。広さは両翼が100メートル、センター120メートル、高さ59メートル、東京ドームとほぼ同じです。例えばゲームやりましてね、このドームにこの傘に当たったことありますか？以前キングマンのやつが打った内野フライは、ほらあそこの穴に入っちゃってとうとう落ちてこなかったな。本当にあいつはバカ力なんだから。これが話題のキングマンの打席です。
腕っぷしの強さでは大リーグでも1、2を競うキングマンですが、それにしても審判までが試合顔、結果ローカルルールで2塁打となったようですが、日本でも屋根に当たった時の新しいルールを現在検討中です。ちなみにドームの天井にはスピーカーが取り付けられていますが、このスピーカーに当たった場合はそのまま試合は続けられます。後楽園のドームも、まあ、これに近い距離でしょうけども、まず日本人の選手にはちょっとこの天井までにはこれだけ高いフライでもまず無理だと思うんですが、このセカンドベース上なんですが、まあ、このセカンドベース上が一番、このドームの天井で一番、まあ、高いと、まあ、言われてるんですがね、この下に来てきますとかなりやはり高いです。ちょうどこのドームの傘のちょうどセンターということで一番高いところにありますね。照明がなくても十分フライあたりはこれ取れる、十分取りやすい球場ですね。もう一度やってみます。随分取りやすいです。ほとんどボールが見にくいとか感じはないと思います。とは言っても練習嫌いの大リーガーたちが守備練習だけは真面目にやっていました。最初の頃はこのドームのメトロドームのあれで守備に就いた時の非常にあのデーゲームあるいはナイトゲームの差というものは非常にこう若干の戸惑いがあったんじゃないかと思うけども、その点ちょっとお聞かせください。そうね、初めの頃はライトが少なくて暗かったからプレーしにくいしかなり落ち込んだよ。でもね、ここは寒い地方だから暖かくプレーできるのは何と言っても助かるよ。というのはツインズ1の強打者ブラマンスキー、続いて大リーグを代表する強打者ボッグス選手。俺は嫌いだ、なんてたってライトがすぐ目に入る。でもね、雨でゲームが流れないのは助かるよ。守りの名手のパケット外野手は、守りにくくないかって、昼はいいんだけどナイターは正直言うと守りにくいね。少しでもボールから目を離すとダメだね。でも俺は好きだぜ、快適なコンディションの中でプレーできるんだから。チーム一の親孝行のガイアティは、初めての時は国からおふくろ呼んでね、えらい喜んでたよ。色は綺麗だし広いし、何たってプレーしてて気持ちいいもんね。マウンドでどうですか、投げにくいですか、それとも投げやすいですか。最初は確かに投げにくかったね。なんかこう威圧感があるし、スタンドが近いから観客にぶつけんじゃないかと思ったりして。でも今じゃ同じだよ、芝居の舞台に上がった主役みたいでいい感じで投げてるよ、とエースのブロラは言います。スピードのある野球というものは意外にこういうドームの戦いは非常にこう確率が高いという、まあ、日本では聞いておりますけど、その点どう思うでしょうか。まあ一番大きな変化は屋根があるとかないとかじゃなくて広さと人工芝だろうね。外野のポジションは大変でしょう。でも野球そのものが変わるわけじゃないんだから、それとの変化はないんじゃないの、と大リーグ1若い36歳の監督が言ってました。さあ懐かしいこのホットコーナー、まあ、三塁ベースのとこなんですけども、一度やはり昔に若返ってこのポジションに守ってですね、あのメジャーの強烈な打球、右に左のあの打球を横飛びに取って一度ファインプレーでもしてみたいなっていう感じがしますですね。いいですね、野球は素晴らしいです。朝日に映えるメトロドーム。メトロドームがあるミネソタ州ミネアポリスはミシシッピー川の上流に沿った農業が盛んな地方都市です。穀物取引所は現金取扱高世界一と言われ、この地方の農家が経済的にも恵まれていることを証明しています。いわばドームはこの地方の経済力の象徴でもあるのです。したがって卵型をしたこのドームは卵売りに代わって今や町で一番の人気者と言ってよいでしょう。
卵焼きで朝食を済ませた長嶋さんは再びドームを訪ねました。あ、選手のロッカールームですね。綺麗になっておりますね。向こうにロッカーの担当がおりますし、選手がゲームに入る前にきちっとこうやってユニフォームを洗濯、スパイクの掃除とか、綺麗にこう整頓されておりますね。ここは人間の体で言うならば心臓と肺の役目をするところと言ってよいでしょう。はい、コントロールームですね。We have three main controllers. Three main control. Right. One here, if you have enough air in the building, it recirculates. 球場内に絶えず空気を送り出し、一定の気圧を保ち、屋根が膨らんでいるようにコントロールしているわけです。はい、はい。大変ここではまあコンピューターを使いながらコントロールしているわけですけども、さぞかし甲羅県の野球ドームもこういう部屋が必ずどっかにあるはずですし、そこできちっとこう、マシンのもとに見守れながら、あの激しい戦いがグラウンドで行われるんじゃないかと思います。試合前には場内アナウンスで紹介されました。相変わらずどこへ行っても人気者の長嶋さんですね。さて試合の方ですが、やはりこれぞ大リーグというプレーを随所に見せてくれます。特に屋根付き球場では雨や風など自然の影響が一切なくなるわけですから、より洗練されたプレーが続くのでしょうか。山本投手がちょっとか返っちゃった、彼にバック、あっとどうか、おっと、したがってこういうプレーは絶対に東京ドームでは見られないはずなんですが、中には風の影響ではなく目測を誤った場合も少なくないようですね。特に宇野選手の場合はですから、東京ドームでもこういうプレーはしばしば見せてくれるでしょう。東京ドームではこういったイレギュラーバウンドも絶対に見ることはできませんけどね。ここで一句、浜野雅子は尽きぬとも世に言い訳の種は尽きまじ、分からなかったな。その代わり絶対見納めになるのがこういった風景です。なにわの誇りと言われた南海ホークスも今やすっかり誇りだらけ。この風です。そして風、この回は低めにコントロールされるようになりました。竹畑の帽子が転まっていきまして、今山下が追いかけております。こういったプレーが一切なくなるドームではこんなプレーを見ることができるんです。Into that right side hole for a base hit. Charged by Evans. Here comes the play at the plate. He's gone. こうやってまあ音を聞きますと、この音の声とそしてお客様のその声が一体となって、このドームの隅々までまあ響き当たるんですが、やはりこういうボリュームを聞いてますと、やはりドームだなというような、そういう実感もまた伝わってきますね。見るには快適な屋根付き球場、一部の観客には大問題があります。メトロドームでは決められた通路のみ喫煙か、東京ドームでも同じようなことになりそうです。ハイドライブレフトフィールドですが、我を忘れて熱狂できるような野球を見せてくれれば、どんな愛煙家もタバコを吸っている暇がないはずです。タバコが忘れられる野球、東京ドームに行くと思わず禁煙しちゃいます。そんな野球を見たいもんですね。屋根付き球場というものは、若干の室内において
照明度でやや暗さがあるんじゃないかな、あるいはちょっと上からのしかかるようなそういう重苦しい雰囲気が若干どちらかに漂ってるんじゃないかなというようなイメージで来たんですが、この照明とそして下に戦っているこのフィールドの空間というものはまさに素晴らしい光景でございます。この屋根付き球場で やるという一つの展開そのものが新たな日本の野球史の1ページをある意味では築くんじゃないかと思います。どうかファンの皆さんも早くこの屋根付き球場で観戦して大いに野球というものを堪能していただければ非常に幸いだと思います。新球場はスタンドの基礎工事を終え、いよいよ屋根に幕を張る作業に取り掛かることになりました。これは何？これ何？一枚一枚張る順番が決められ、屋根裏に吊るされるスピーカーの最終確認も行われるようになりました。モーターこれね、リビンチドラムが再現する角度とかそういう検討をされたわけ。それは全部してる。そして昭和62年4月19日、5年間研究に研究を重ねたあの幕が、その最初の一枚がとうとう貼られたのです。一枚の幕の大きさは畳20畳分。その幕を1日6枚ずつ。合計225枚の幕を張っていこうというのです。さて、新球場になるとグラウンドが大変に広くなります。今の後楽園より両翼は10メートルも長く、フェンスの高さは倍の4メートルにもなります。そうなりますと気になるのはホームランの数です。4番サード原。6月13日巨人ヤクルト戦は原のホームランで華々しく始まりました。どこまで行くか、上段まで行った、入りました。原ツーランホームランでやります。大きな一発が出ました。公式記録員が推定したホームランの飛距離を新球場に当てはめてみましょう。まず新球場の大きさですが、センター122メートル、白い線は今の後楽園球場です。両翼は100メートルにもなります。山倉打ちました。レフトバック。したがって新球場の場合、当然これではホームランになりません。単純に飛距離だけで昨年度のホームランを新球場に当てはめてみますと、約半分のホームランがオーバーフェンスしないことになってしまいます。なんだつまらないと思わないでください。グラウンドが広くなり、フェンスが高くなった分だけスリリングな三塁打がぐっと増えることになります。懸命に走るバッター、フェンスに直接当たりました。外野手からの返球、ベースで待ち受ける内野手、スライディング、タッチアウトかセーフか。十数秒間に凝縮されたドラマチックな三塁打はまさにプロ野球の花と言ってもいいでしょう。当然外野手には俊足強肩で守備範囲の広い選手が要求されます。新球場ではもう打つだけの外野手は必要ないのです。野球は変わるのです。よりスリリング、よりスピーディーに、そしてよりパワフルに。さあ二塁ランナー三塁を回りました。松本からバックホームされた。これはタッチしてアウト。でも気になるのは巨人軍にとって有利か不利かということです。松本の守備、
吉村の肩は、原は、中畑は、王監督のみならず胃が痛い思いがします。さあ伝統カトリー空振り三振。何はともあれこの日ジャイアンツはカトリーの好投と原のホームランで首位をキープ、独走体制の足場を築きました。カトリーの好投から2日後、昭和62年6月15日、224枚の幕は張り終えました。残るは1枚です。最後の幕が、最後の1枚が今張られました。最初の幕を張ってから1ヶ月と28日、非公式の月から2年と1ヶ月、幕材の研究を始めたからはなんと7年、225枚の幕がついに張り終えられたのです。しかし工事はこれからです。この実験は設備管理が悪い自然状態です。ではパンを回してください。空気を入れて屋根を上げるインフレートという大難関が待ち受けているからです。インフレート、いわゆる空気入れは、エアドーム建築にとって最も重要な工事になります。東洋町の技術研究所の中に25分の1の模型が作られ、インフレートに備え最後の実験が行われました。エアドームは空気が入り膨らんだ状態の時には大変安定がいいのですが、空気を入れてドームを膨らませている最中にはわずかの風にも不安定に揺れます。もし400トンもある東京ドームの屋根が激しく揺れ出したら一体どういうことに。技術陣の心配の種はただその一点でした。これはずっと、あ、そうですね、そうですね、かなり暴れてます、うん、東京ドームのインフレート本番決行の日は慎重に判断されました。雨はもちろんのこと、少しでも風が吹かない日にと天気予報が毎日確かめられました。今はウェザーニュースが入りました。しかし63年3月の完成を目指すにはそういつまでも待つわけにはいきません。このデータからいくとどうも雨がですね早くなる傾向にある。そうしますとやはり29日の予定でいきますとちょっと半日ずれるとこれ非常に危険な状況になるな。作業員全体の安全を考えた場合にやっぱり日曜日が一番いいような気がしますね。まあとにかく技術オンリーだよね。まあ人命尊重ということを優先にしてそれで28日に決定しましょう。ついに調査員が出ました。連絡をお願いいたします。昭和62年6月28日歴史的な朝がやってきました。一瞬緊張の糸が張り詰め、静まり返ったドームの中にその音はかすかに聞こえてきました。ドームが息をし始めたのです。400人もの男たちが見守る中、ライト、スピーカーを吊り下げた屋根がゆっくりとゆっくりと膨らんでいきます。総重量400トンの屋根を空気だけで押し上げているのです。屋根の上にも30人、
外から内から連絡を取り合いながらドームの屋根がバランスよく膨らむように監視しています。屋根の高さは25メートルになりました。順調です。30メートル、35メートル。ゆっくりとしかし確実に東京の空にマシュマロのような屋根が膨らんでいきます。40メートル、45メートル。そして50メートル。新しい技術へ挑戦し続けた男たちの熱き思いがついに実現する時が来ました。張り詰めていた顔に笑みも浮かび、3時間の未知への挑戦が終わりました。60メートル成功です。曇り空の下、ビッグエッグの誕生です。思えば60年5月16日の起工式から始まり、日照権の問題、地下水脈の問題、さまざまな問題を解決して1メートル掘るのに3億円もかかった基礎工事。61年には地上部の工事が始まりましたが、スタッフのプレッシャーは一段と高まってきました。日本で初めてのドーム建設、データは何もない。しかし失敗は絶対に許されない。難関だったスタンドと幕の接合、そして幕と幕の縫い合わせ、全てが未知の体験でした。そして今日のインフレート、スタッフのプレッシャーが頂点に達した頃、新球場はようやくその夢の一端を見せ始めたのです。中止がないってことでね、いろんな日程的な問題もあるだろうし、それから野球選手としてはね、中止がないっていうのは寂しいですね、なんとなく。まあアマチュア時代からずっとね、雨が降るとなんか心がウキウキしましてね、練習中止になったりね、ゲームが中止になったりすると、うわー嬉しいなーって、ああいう気持ちが味わえないっていうのはなんか寂しい気もしますね。なんかすごいもんができたなっていう感じですね、こうやって見てるとね。なんか本当に高いしね、偉いもんができたと思ってますよ。夏も今度は暑くないでしょうしね、きっとね、そういう意味で その調整の仕方っていうのはかなりしやすくなるんじゃないかなと思いますね、ただそういうあんまりこう何ですか、過保護的になっちゃうと、この他の球場はそうじゃないですからね夏は暑いですしね、で春先寒いですから、そういう意味では逆にその他のとこ行った時に調整の仕方っていうのは難しくなるかもしれないですね。そうですね、僕自身も本当に楽しみでね、仕方ないんですよ、だからよくこう外から見ててもね、早く投げてみたいなっていう、こう見るたびに思いますけどね。
昭和62年7月22日、この日、東京ドームの上棟式が行われ、その全貌が初めてマスコミに公開されました。はあ、入ってきた人が皆天井を見上げ、一様につくため息です。アメリカでは見てんだけどね。さてアメリカでもよりもここのもっと規模大きいんじゃないかね。ねえ、綺麗だ。これできちっとされたらこうあのもっと押し付けられる感じがしたんだけどね、向こうでは。でここで立派なもんだね。しかしこれあのプレートでやってみたかったな。これがあの金田さんさえも感嘆させた高さ 61.69m、 そして200メートル四方の巨大な空間なのです。いらっしゃいませ。どうぞワイドフロントにいらっしゃいませ。東京ドームが滞りなく上棟されましたことを心からお祝いいたします。ともに後楽園スタジアムのますますの野球関係者、工事関係者、どの顔にも満たされた充足感が伺えます。両翼100メートル、センターまで122メートル、日本で初めて国際規格にマッチしたグランドの誕生です。まあ、私もアメリカの方で、ドームや中をだいぶ見てきています。それからこちらに来てみたら、まあ、アメリカのドームや中の比較したりなんかしても決して負けてるものじゃないと思いますね。はい、まあ、非常に規模も壮大だし、はい、まあ、これからね野球が変わることは間違いないでしょうね。はい、野球が変わるでしょうね。万歳を参照したいと思います。ご視聴のほどお願いいたします。バンザイ！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 素晴らしい野球を素晴らしい球場で見たい、プロ野球ファンなら誰もが思い願うことです。でも素晴らしい球場とは単に設備がいい球場を言うのでしょうか。素晴らしい野球があって初めて素晴らしい球場と言えるのではないでしょうか。もう少し長嶋さんと一緒にアメリカ野球を見ることにしましょう。シカゴの街をジェットコースターのように走り回る地下鉄ルーフ。ループの駅前、ダウンタウンの真ん中にあるのがシカゴカブスの本拠地、リグレーフィールドです。1914年に建てられたこの球場はお世辞にも設備がいいとは言えません。何しろあのナイター設備の鉄塔さえ見当たらないんですから。シカゴ、シカゴ、I will show you around. I love it.おまけにスコアボードはうなだに手で扱っていますし、芝生の中にはキノコがある。ガイアフェンスにはなぜかツタカズラさえ絡まっています。何しろこのリグレー球場は野球はお天道様の下でやるべきものという初代オーナーの言葉を70年にわたって忠実に守っているのです。とは言ってもそんなことにはお構いなく、リグレーフィールドに詰めかけたファンは大いに野球を楽しんでいます。その野球の内容が何といっても充実しています。野生的な球場では人間もまた野生に戻るのでしょう。グラウンドに出る誰もが野球は格闘技であるという言葉をこれまた忠実に守っているからです。戦う男は美しい、大リーグで最も美しい球場というのもこんなところに理由があるのかもしれません。
ニューヨークシェイスタジアム。昨年は世界一強いチームになったニューヨークメッツの本拠地です。このチームの監督が覚えてますか？ジョンソンです。長嶋さんが監督の頃、時たま思い出したように活躍した選手でした。今や世界一のジョンソン監督が語ります。室内球場はどこのも素晴らしいから、ジャイアンツの選手もきっと気に入ると思うよ。ぜひ優勝してほしいね。 Thank you. All right. Good. You 決まったよ。 Who's bright and bright stars through the perilous fight for the ramparts we watched were so リグレー球場で、そしてここシェイスタジアムでアメリカ野球を見て一番強く感じるのは、選手、審判、そして観客の一人一人が本当に野球を楽しんでいるということです。迎えると彼らは一斉に立ち上がって Take me out to the ball game、 野球場に連れて行ってという歌を歌い出します。この歌を歌うと、子供の頃父親に連れられて球場に行き、よく歌ったことを思い出し感傷的になってしまうという人を時々見かけます。彼らをそこまで駆り立てるもの、それは観客一人一人の野球に対する熱き心であり、それに応えるプレーの素晴らしさではないでしょうか。人は誰でも子供の頃の夢を一つずつ捨てて大人になっていきます。けれど大人になって辛い時、悲しい時、そして思い切り楽しみたいとき、人は野球場にやってきます。子供の頃に戻りたいからです。選手も観客も、野球はそんな大人の夢をつかの間叶えてくれる魔法のゲームなのです。野球は格闘技、技と技がぶつかり合い、体と体がぶつかり合い、力と力がぶつかり合います。そしてそんな野球こそ、思い出そのものを心の中に作ってくれるのではないでしょうか。エアドームにはそんな野球が一番似合うような気がします。やはりメジャーリーグのプレーというものは真剣にハッスルする、それがやはり素晴らしいこうファインプレーを生むんじゃないかと思います。またそのお客さんも一生懸命そのファインプレーにこの応援をする、やはりメジャーリーグのプレーはなんていうかやっぱり素晴らしいです。私野球人で本当に良かったと思います。静かに呼吸を始めた東京ドーム、多くの熱き思いと多くの飽くなき挑戦が作らせたこの東京ドーム。
これからこの東京ドームではどんな野球を見ることができるのでしょうか。東京ドーム百景。ふっくらと綿あめのように膨らんだその屋根は東京のあちこちから見ることができます。ビッグエッグ、それは国際都市東京が生んだ夢の球場です。そして新しい球場の誕生と同時に静かに消えていく老いた球場もあります。後楽園球場について語るにはこの人を置いて他にはないでしょう。そしてもう一人、後楽園スタジアム穂坂社長。二人は無人のグランドで最初でそして最後の出会いを持ったのです。もう社長今ね、しばらくぶりこのホームプレートに立ってましてね、いよいよこの球場も私のちょうど生まれた翌年昭和12年に、この球場開設しましてね、できたのよ球場が。いわば今年ちょうど半世紀、50年経ったわけなんですが、その間我々も小さい時からもう一度はもう本当にこの球場で本当にやってみたいというね、あの小学生自分の夢がですね、そうですか、それがだん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 成長していきですね、33年に巨人に入団して、それからというような自分の青春はもとよりですね、野球の人生をそのままこの球場にかけましてね、33年頃ってはちょうどね、高度成長時代に入る頃ですよ。そうですね、ね、ちょうど助走期に入りましたね。そうそうそう、だからあなたがここに入ってきたってことはね、非常に日本の経済っていうのがね、上にアフェーベされましたよ。もう我々の印象はね、あなたの天覧試合のホームラン、いやいやもう本当にあれはもう僕はどっかあの辺で見とったんだけどね、両陛下が ね、あの金席でおいでになりましてね、そうそうそう、ちょうどね、両陛下ももちろん若いし、皇后様も若かったし、そう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 、まあ、2回ね、昭和41年にもお見えになってるんですね。そうなんだよ、2度ほど両陛下お見えになって、うん、そう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 、2度とも私ね、運が良かったんでしょうね、2度ともホームランをお見せすることができて、もうですから、運がいいんじゃなくて、打てる、いやいやいや、もう、あったんだよ、ね、この球場で目いっぱいね、縦横無尽に打って走って守れるって、ね、それはやはり高校時代からそう思った。いやいや、もう高校、小学校自分です、小学校4年の時に、例の8月の15日、あの終戦記念日を迎えたわけですね、あの戦後間もなくあの三角ベースからやりましてね、そうなんです、はい、それからもう忘れもしない、あのレフトのスタンドの奥に出てね、我々ネット裏なんてとてもチケット入れませんから、あのレフトのスタンドいつも片隅でね、弁当を袋に作っていただきましてね、おにぎりを、そして作ってもらってあのレフトのスタンドでね、もう俺はいつかこの球場でね、4番バッターになるんだってことを夢を見ながらあのレフトのスタンドにいたんです。本当、はい、最初これもオープニングであの巨人国鉄戦でね、やった時に僕はまだ当時はこうやって人工芝じゃなかったんですがね、この三塁のベースをですね、最初あの1回の裏に守った時に右足でポーンとついたんですね、あれ忘れないんですよね、今でも未だに右足でこうポーンとつきましてね、それで守備位置についたんですよ、国鉄戦の時に。そっちへ、それでもう入ってね、守ったんですがね、もうこの位置というものがですね、やっぱり自分の生涯の中で、なるほど、野球場の中で特に後楽園のこのポジションがですね、自分のいわばもうニアというよりもですね、身内みたいなそういう感じのするね、位置だったんですね、はい、ですからこの位置も単なる三塁というポジションじゃなくして ね、自分の生きる上に大きなこの背景がですね、ずしっと重いね、深い歴史が僕自身の心の中であるわけです、はい、まあ、長嶋さんの思いでそういうふうにあるけど、はい、エアドームこしらえましたんで、あのエアドームへね、一つ行ってみてくれませんか。この位置からでも立派なね、あのエアドームはね、片鱗がこう出てますけども、一つぜひ行ってください、一つご案内してください。本当に立派ですよ、あのまあ自分でもそう思いながらですね、結構中があれですね、これがね、コンコースになるんですね、この辺りが、その今度は禁煙になるかもか、はあ、スタンドで、ほらすごいですね、もう本当にあれで
これは 61. 何メートルでしょ。そうです、そうです。一番高いところで、はいはい、あー、ね、すごいですね。かなりやっぱり肉眼で見ても高いですね、一番高いところは、はいはい。200メートル四方の大空間は夏は28度、冬は18度に保たれ、収容人員5万人、内野席は3階建てになります。両翼の客席が移動でき、フットボールやコンサートなど多方面に利用できるようにもなっています。では行きましょう、はい。ちょっと今工事やってますけどね、これがずっとサードラインに来たでしょ、どっか、その辺ですね。この中はね、イベントのね、イベントのイベントのものを中に入れるんです。あー、もう、そうですか。その椅子や何かを全部この中に、あ、この中に、はい、なるほどね、はい、イベント用のね。ですからもう、単なる野球場っていうことじゃなくして、はい、いろんな大きな祭事をやれる。さまざまな催し物を行うには、会場は明るい方が便利です。そのためビッグエッグの屋根幕は雲の動きが見えるくらいまで光を通すように設計されています。これが屋根を膨らませておくために常に空気を送り出している送風口。そしてエアドーム内の全ての装置をコンピューターで制御しているのがこの中央監視室です。スピーカーも中に入っちゃう。いやいや、この上ですか。こっちに、あそこに、あ、あのスピーカーは全部で20個、全て天井から吊り下げられ、どこにいても明瞭な音が聞こえるように配置されています。またセカンドベース上の天井にはテレビカメラが設置でき、新しいアングルで野球中継を楽しめるよう工夫されています。その代わり鐘やトランペットによる応援は天井からの音の反響を考えて全面的に禁止されます。試合の臨場感を盛り上げてくれるのは何といってもこのオーロラビジョンでしょう。もう一度見たいプレーや選手の表情などすぐさま映し出してくれます。そして客席は禁煙になるため、タバコは通路の喫煙コーナーでということになります。当然プレーする側にも快適な環境が準備されています。ダッグアウト、打者が素振りをするミラールーム、選手ロッカールーム、室内ブルペン、ドコモが以前よりはるかに広く余裕のある設計になっています。野球場だけじゃなくてスポーツ文化のですね、最高のも環境のね、舞台だと思いますね。まあ、おそらくそうなりたいですね。私も随分アメリカでね、旅行方がいろんなこう球場とかいろんな祭事をね、拝見してますけどね、この球場、この場所を見たらね、もうアメリカに負けません。そうです。むしろアメリカ以上だと思います。特に野球界においても、あるいはスポーツ界においても、こういう場所でやれるっていうこの素晴らしさ、まさにスポーツは文化なんですね、社長。そうですね。この日、長嶋さんは久しぶりにバッターボックスに立ちました。長嶋さんが打つボール、それは日本の建築界、日本の野球界、そして野球を愛する全ての人の大いなる夢そのものだったのです。今、夢が実現しました。私たちは見たい、見せてほしい、素晴らしい思い出となる野球をこの素晴らしい屋根の下で。